広島福寺は、熊本県玉名市石抜にある、総統州の寺院である。大本山、永平寺の時期祭り。正体参詣観音岳の登録に位置する。日後西国、観音令状、第24番札書。創建の年代及び由来には、諸説ある。次元では、昭平十二年、菊池武志清氏が、日後国菊池軍の大鳥忠山清森寺より、 大地禅寺を解散に迎え回帰したという。より正確には次のようなものである。大地が招かれていた聖森寺は、宋に身分離の寺であった。そのため、大地は、宋にが分離された寺の混流を望んでいた。菊池武重の母、自春天は、諸子の武清に、これを伝え、昭平十一年、武清は、石抜寺という既存の寺を、大地を解散とする。 総当衆、経山文派の寺にすることを発願する。しかし翌年死去。武清の妻、両後にが武清の意思に従って、寺地を寄進し、広市福寺がなったという。一方、肥後国師には、大地禅寺は、生森寺を開いたが、戦乱の際に大地が、菊池武時を寺にかくまったことから、後に、肥後、再び平定した、無事が、 この時の大地の恩に射するため、玄徳2年、広志福寺を回帰したとある。寺は、菊池市代々の母大書として栄えたが、菊池市の衰退とともに寺勢も衰えた。その後、日後に入国した加藤清正が寺領を寄進し、寺は再興された。官営17年までは、大地禅寺が開いた加賀にある義太寺の末寺であったが、同年、永平寺の寺下末となった。 菊池市大大の母大書であったことから、寺には、菊池市歴代の遺廃や、菊池市に関する古文書、辞法が数多く残る。熊本県庁ホームページ、広志福寺玉名市、国史大辞典第五巻492ページなど、日後国史561ページもっとも、国史大辞典第五巻492ページでは、この説の根拠となる、菊池武史式信条には、 形式上の問題があるとされる。このほか官能2年、菊池武氏寺の回帰とする説などもある。熊本県の地名138ページ。日後国史565ページ。熊本県大貫玉名郡はない5ページ皇居の、有無や発生時期などから、日本最後の仇打ちと称されるものは、複数ある。文久3年の堺橋の仇打ち。 明治4年2月の赤尾藩士による高野のあだち、同年11月の加賀藩における、明治の中心蔵、明治12年の旧秋月藩士、薄い六郎のあだちなど。一抜きのあだちは明治4年4月であった。文久元年、江戸熊本藩邸で、熊本藩士、イ里サユイエが、同藩士、下田平八、中月平を殺害し、蓄天。10年後、 イリサが山口藩に捕らえられ、熊本藩に護送された。平八の維持や妻らは護送役人に頼み、イリサを現在の玉無石抜きの北にの地に連れ込んでもらい、この地で本会を遂げた。ありがとうございます。